さあ、では行きますか。ということで、こちらですね。紫の間といったところでしょうか。こっちからじゃ押せないと。ミルクパズル。イブ、ミルクパズルって知ってる？知ってる？知らない。なら本当、私あれ苦手なのよね。昔やったことあるんだけど、同じようなピースばっかで全然進まなくてさ。頭に来たから適当にはめ込んで完成させちゃったわ。その後パズルが弾け飛んで大変なことになったけどね。それはそれですごいな。お、なんかありましたよ。この不思議な模様の石、動かせそうだけどびくともしないわ。あー、そういうことか。なるほどね。で、こんな感じか。よしよし。大きな鏡がある。で、押せますね。これでいいわよね。ありがとうございます。さあ、ということで、決別。なんか嫌な絵ね。おや。あ、何？明かりが。暗くて何も見えないじゃない。イブ、いる？いません。やりたくなるよね、これ。何言ってんの？いるじゃないの。しかし、困ったわね。ああ、そうだわ。ライターがあったの忘れた。怖ー。何よ、これ。本当、きついわ、精神的に。やめろに変わってますね。スタッフが発見したバー E のところまでってのがまた怖いよね。うわー。こっちだね。おー、こんにちは。イブちゃん強い。ちょっと大丈夫？あ、待って。ねえ、あなた、もしかして、美術館にいた人じゃないの？な、やっぱり。私はギャリー。で、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに、気づいたら、このわけわかんない場所に迷い込んじゃっていて。今、なんとか二人で出口を探しているところなんだけど。もしかして、あなたもそうじゃない？私も誰かいないか探していたの。外に出たくて、それで。なあ、やっぱり。ねえ、よかったら私たちと一緒に来ない？え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。な、名前は何て言うの？メアリー。メアリーね。よろしく、メアリー。うん。イブ、よろしく、よろしくね。それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切っていくわよ、行きましょう。おお。さあ、ということで、メアリーちゃんがね、加わりましたね。争いの矛先。一体どちらが正しいのか、わかりませんね。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーもバラを持ってるんじゃない？持ってるよ、黄色いバラ。なら、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメよ。
誰かに渡すのも危ないからね。それから、まあイブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。あー、メアリーちゃんも加わるんだね、この会話に。走るの大好き。嫉妬深き花。あー、こっち行けるね。うさぎさんの部屋だ。こっちは、こっちは鍵がかかってる。ってことはこっちか。深海。鉛に精神が疲弊すると、そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自身が壊れているのを自覚することはできない。この緑色のヨモギみたいなカラーの可愛いよね。中色の目。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。ねえ、そうかな、可愛いと思うけど。ねえ、これのどこが可愛いのよ。そうかな、イブはどう思う。可愛い、撫でたい、わからない。可愛い。そうだよね、やっぱり可愛いよね。ああ、もういいわ、早くここ調べて出ましょ。この部屋なんだか見られてるみたいで、すごく落ち着かないわ。お、なんだなんだ。破片の中で何か光ってる。紫の鍵。ちょっ、おや、絵の中から物音がする。何この音、近づいてくる。分断されちゃいましたね。二人とも大丈夫？なあ、びっくりした。イブは怪我とかしてない？大丈夫？怖かった？大丈夫。よかった。それにしてもこれ邪魔でそっちに行けないんだけど。折ったりもう無理そうね。この大きさじゃ。どうしましょう。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵で、そこの部屋に入れるんじゃない？もしかしたらその部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よね、イブ。大丈夫だと思う。別れない方がいい。ねえ、なんでよ。すぐ戻ってくれば大丈夫だよ。他にいい方法思いつかないし。確かにその通りだわ。別行動はあまり気乗りしないけど。でもいい、何もなかったらすぐに戻ってくるのよ。どうするのかその後改めて考えましょう。わかった。それじゃ行こう。さあ、ということで、ミアリーちゃんとね、二人行動になりましたね。これぶつけたら、さっきのトゲトゲ壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど、なかなかファンキーなことを考えますね。何か面白いものないかな。あ、箱の奥にパレットナイフがある。これであのトゲトゲに削れないから、やればできる。さすがに無理。やればできる。できるわけないじゃん、イブったら冗談通じないんだから。でもこれ持っていこうかな、念のためね。筆か。画用紙。一旦ギャリーのとこ戻ろっか。おや、びっくりした。おお、動いてる。あれ、扉が。なんであの石像あそこにあるの。さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。さすがにギャリーさんいないと厳しいか。頑張って押してるね、イブちゃん。出られなくなっちゃった。こっちですかね。ってことは仕方ないからこっち行ってみようよ、イブ。さあ行きますか。おや、イブ、君に楽しんでほしいから。大人のいない楽しい世界へ。
落下した星。サーカスって知ってる？ボールいっぱい投げたり、ライオンの口に入ったりするんだよ。ピエロ。取れちゃった。よかった。くっついてよ。よかったよかった。ブランコのような絵がある。一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。床が抜けていて進めない。ギャリーはどうするかな？置いてきちゃったけど。これでギャリーさん側になるのか？遅いわ。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。なあ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしよう。もう一度あの部屋調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど。さあ、ということで、ギャリーさん捜査になりましたね。ウサギさんの部屋だったよね、確か。やば。怖すぎでは。まさにさ、この説明通りの現象が起きてるっていうか。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。そもそもギャリーさん視点では最初からこう見えていたのか、それかウサギさんじゃなくて。めぼしいものはないわね。あれ、この本だな。おや、なんかあった。あら、まあ、ゴイタは、なんでさっき気がつかなかったのかしら。まあいいわ、こっから出られそう。行きますか。出口なんてない、理由なんてない。さっきのと同じ植物。これ、なんとかしないと、本当にこれ以上進めなくなっちゃうわ。おー、日もあるね。で、多分、イブちゃんたちに、移るのかな。ここをね、多分やるとね。床が不思議な形にへこんでいる。紐だ。えい。あれ、なんか当たってたっぽい。イエーイ。これで戻ってみよう。いけますね。イブ、見て、橋ができてるよ。通っていい？じっと見つめ返す。じっと見つめ返す。何してるの、イブ？早く向こうに渡ろうよ。通っていい？お、目を閉じてくれた。いいって。あざす。かわいい。SE、かわいい。これ、ギャリーさんが、あれだよね、多分。こんな感じじゃない？こうして、だよね。上下で連動してるってことだ。で、こんな感じ。で、進めますね。どうなんだろうね。たださ、こっちも行けそうなんだよね。これどっちから行くのが新しいんだろう。どうなんだろうね。まあ、この月のやつやったって考えると、順当に行けばギャリーさんかなって思うんで。ギャリーさんから行くか。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。おぉ、いるんだ。ねえ、どうして連れてってくれないの？なんで無視するの？私のこと嫌いなの？ねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。めちゃめちゃおりますね。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。永遠にここにいろ。お。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして。あんたの相手をしてる暇なんてないの。
壁に向かって蹴る。扉の前から受ける。受ける方で。こういうのにはかからないのが一番だわ。おお。鍵穴がない。この扉は鍵以外で開くようだ。連れて行け。の。置いた。これは。謎の玉、黄色。あら、消えちゃったわ。なんか、集める的な感じ。これあったよね、確かフリーゲームの時も。なんか、いろんな色のやつ集めるみたいな。違ったっけ？真相。すごい、この。ひらがなのへとひらがなのつみたいになってる。おお。とりあえず一回保留しますか。やばそうなお部屋だったね、今。ジャグリング。絵の中から声がする。我誕生いつだ。我誕生。我誕生。ですね。釣り針。え？預かりし心臓。心臓ね。緑の夜。七つの色彩、絵の具玉集めよう。さすれば道は開かれるだろう。絵の具玉？もしかしてさっき消えちゃったボールのこと。なんでここの連中はみんな邪魔な場所にいるのかしら。ずっとあなたについてくね。私の家、すぐそこなの。まあ、とりあえず、一回イブちゃんの方、行った方が良さそうですかね。よし、行きましょう。なんもないか。ねえ、イブ、ちょっと聞いてもいい？ギャリーってイブのお父さん？違うよ、知らない人。違うよ。じゃあお父さん別にいるのね。そっか。イブのお母さん優しい？うん、怒ったら怖い。ねえ、いいな。早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くこっから出たいよ。ねえ、イブ、あのさ。もしこの世界から出られるのが二人だけだったらどうする？ギャリーと出たい、メアリーと出たい。どうしてそんなこと聞くの？ここでね、ギャリーと出たいを選ぶ度胸ね。なかなかやばいですよね。なんとなく。もしそうだったら、イブはどうするのかって。ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。普通に気まずくなるわ。二人行動してるのに。ギャリーさん選んじゃったら。お、色違いの心配だ。告げ口。あ、色違いある。また。で、とりあえずヤリーさんの方にも行けそうなんですが、扉の番人。鏡に字が浮き出てきた。絵の名前答えてください。当てれば扉開けます。どうする？断る？間違えたらどうなる？メアリーと相談。挑戦する。間違えたらどうなる？メアリーと相談。絵の名前だって面白そうだね。やろうよ。残念。まあ、多分開くんだろうね、ここが。一回見ようかな。何ここ、色がない。キャンバスに虹の絵が描かれている。向こうに鍵があるか？で、こっちは？こっちは鍵がかかってるか？で、こっち行ける。届かない。
やってみますか。挑戦する。では、この絵のタイトルはどれ？これ糸じゃなかったっけ？正解、やったー。すごーい。次の絵は？え、まだあるの？この絵のタイトルはどれ？真相。やったー。約束なので扉開けます。ありがとうございます。いいやつだな。これは大きな紙が巻いてある。中は絵だ。でも何の絵だろう。どうしよう。これ持ってく？持ってく、やめとく。持ってく。謎の絵。A のページ。赤い服の女。K のページ。J のページ。ジャグリング。な、待って待って。これじゃない？ 6223 を、ギャリーさん側で、入れたらいいんじゃないかな。おそらくそういうことじゃないか。ある少女の末路。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかし、ふと気がつくと、女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口を見つからず。怖くて、心細くて、寂しくて、お腹も減り、喉が渇き、転んで怪我をして、体力も限界になって。最後のページに小さな女の子が倒れている挿絵で終わってる。やば、めちゃめちゃ、このストーリーのバッドエンドっぽい感じがあるやん。まあ、とりあえずわかるものからね、やっていきましょうか。これね、ジャグラーさんが、あれですよね。6223。正解だ、あざす。お！絵の具玉、青。やった。あ、ここに溜まってんのか。なるほどね。そういうことか。今更感あるけど。あー、そういうことか。さっき拾った変な絵って、この蛇のやつと似てない？こっちは失敗した絵なのかな？絵を入れ替えてみよう。入れ替えるの？この蛇のやつと。どれと入れ替えるの？頭、お腹、尻尾。お腹。何か飲み込んでるみたいだね。入れ替えた絵は邪魔だし、ここに置いとくね。まあ、多分戻すこともできんのかな？ってことは。で、ちょっとこっち見てみよう。あれ？なんか絵が変わってない？ヘビーのお腹に何か入ってる。あ！やった。何かが脈打ってる。ガラスのハート。作り物よね。ガラスのハート。これをなんか、手のとこに持ってけばいいのかな？どうなんだろうね。違うかな？預かり心臓。ここっぽくない？お、やった。で、開きましたね。書物の持ち出し禁止。どうしてこんなところに傘が？まあいいか、もらっちゃおう。いざとなったら武器になりそうだし。もらいましょう。傘なくしてる絵っていうのがあったから、まあそこなんだろうね、おそらく。悟り。色彩の極意。あ、普通にあった。緑。で、三つ目か。で、あそこに一個あるね。めっちゃ耳の絵あるんだけど。耳の絵めっちゃ気になるんだけど。あ、なんか出てる。何かしらこれ、絵の中からなんか出てるわ。もしかして、これ、本物の釣り針？触ってみる。赤い傘をかけてみる。これで、多分イブちゃん側にこれで行くから。ってことか。
釣れてますね、釣り人。ねえ、イブ見て、なんか釣れてる。やったー。中イカさん。で、傘を渡す。部屋の中なのに雨降ってきた。これで、この部屋に入れるんじゃない？なんか、かなりガスみたいなやつが充満してたじゃないですか？あんま関係なかったかな？って思ったんですが、ぶっちゃけさ、これ気合で取れますよね。合ってんのか知らんけど。で、今、これで、4か。動きよるぞ、こやつ。何になってくれる？ありがとう。回転。回してみよう。回りますね。もうとりあえず、体力マックスにして、通ろうとしてみる。ああ、ギリギリいけた。あれ、この円本当に回せるみたい。なるほどね、そういうことか。これで、押し込みましょう。よーし。よし、これで、ショコの、茨も引っ込んだはず。これで、こっちもいけると。OK ですね。さあ、桃色。耳、聞き耳。D のページ、打滑の精神。T のページ、吊るされた男。M のページ、メアリー、メアリー。ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品。まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろんのこと彼女も実在しない人物である。紹介文の反対側のスペースに見覚えのある少女の絵が載ってる。なんで？嘘でしょこれ。メアリー？実在しない？どういうことなの？じゃあ、それじゃあ今イブといるのはまさか。ここでね、ヤリさんが知ってしまうんですよね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。